岩成智道は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。三好氏の家臣で、三好三人衆の一人。生は、石姓生とも書く。元気元年から、長信の名乗りを使用している。三好長兄の武行人として、頭角を表し、三好政権の中枢を占めるに至った。三好政権における出世頭ともいえる人物である。智道の出自は不明とされる。 室町時代の多くを通じて、細川氏の支配下であった、大和国石上神社の拙者に、石聖神社があることから、大和出身ではないかという見解があるほか、貧後国品地群石聖教といった地名があることから、それらの土地の土豪との関係を推察されることが多い。市略名称訓議には、岩成西へ、原文ママ、通りに注して、酒税助と号酒税と名句。 ビンゴ国岩成総住人、岩成倉ンド正時の男と記される。また、京都郊外の西九条のゲスを務めていたが、やがて、三好氏に侵入したと申される。当時百合文書所蔵の三好元長の家臣、塩田種テが発給した文書に岩成の名字が見えるほか、同所蔵の文書には、ゲスの岩成が西九条の荘園を横領したという記述も見られる。 今谷明は、阿波出身でないのは、確実と断言しており、いずれにしても、松永久秀と同様に機内で登用されたと思われる。資料における所見は、天文19年であり、北野社の大工職の総論において、紹介の役を務めていることが確認される。天文20年11月、堺で開かれた天皇寺屋の津田総達の茶会に出席している。その後は、 三好長慶の下で武行衆として仕えた。a 六元年、将軍山城の選挙に参戦しており、この従軍が軍事行動における友道の所見とされる。a 六五年、六角義方が京に侵入したときは、室町幕府十三代将軍、足利義輝の警護を行った。a 六七年、長慶が死去すると、三好三人衆の一人として、 お井の三好義よ,しよしの貢献役を務めた。A68 年、足利義輝を殺害をしたのをはじめ、他の三人衆と行動を共にし、松永久秀や畠山高生としばしば戦った。A69 年、土豪の中沢道房、川島一戦乱の立てこもった、山城国勝隆置城を攻め落とすと、友道は敵対した土豪たちを厳しく追及、川島一族を、 はじめ多くの土豪を追い出し、手に入れた土地の多くを新しい領主に与えた。同時に、昇龍寺城を居城とし、山城西部の西岡を支配した。これは、昇龍寺城を拠点に、西岡地区に新たな支配を確立させようとする斬新な手法であると評価される。また、昇龍寺城も、戦の際に土豪が立てこもる施設程度であったものが、友道が入城。 整備して拠点とすることで、土豪をまとめ上げる政権の拠点として生まれ変わった。友道はそうした点から、昇竜事情の最初の上司とも評される。A610 年、1万の軍勢を率いて、池田勝正と共に、山と東大寺で久秀と退陣したが、久秀の奇襲を受けて敗北。永禄1年、織田信長が上洛してくると、三好長逸、三好周囲。 篠原長久らと連携し、それまで敵対していた六角義方と手を組んで強く抵抗したが、主張の昇龍事情を攻撃され退去した。しかしこの際、他の機内の城が抵抗らしい抵抗もせずに、降伏してゆく中、友道の籠もる昇龍事情と池田勝正が籠もる摂津国池田城だけは、強硬に抵抗した。これは、友道による支配が一定の走行をし、 土豪たちが彼の下に結束していた証とされる。敗退の推移について、多門院日記、時継狂記によれば、A61 年9月27日に友道は、信長に抵抗して、昇龍寺城へ牢城したとあるが、9月29日には、落城している。時継狂記の翌 A62 年の1月8日の記述によれば、昇龍寺城には、細川藤鷹が入場している。 友道が、昇龍寺上主であったこの時期には、公芸院から、昇龍寺上主である友道に霊物が送られていた、ことが公芸院文書から判明しているが、9月21日と、あるだけで、年月は未章となっている。A62 年1月に信長の日ご下にあった、吉輝の弟、足利義明の宿所を襲撃しているが撃退された。この後、信長に侵入し、 信長から細川藤高あての書状で、表裏なき人しなどと書かれるなど、信頼関係が築かれたようだが、後に将軍、義昭が各地の大名に指令を送り、信長に敵対すると、これに反応して、信長に再び対立姿勢を打ち出した。天正元年、信長の命を受けた三淵藤秀、細川藤らの軍勢に山城与度城を攻められて奮戦したものの、 内通していた味方の裏切りに相手機中に孤立し、藤高の家臣の下津県内と組合となり掘りに落下、水中で打ち取られ戦死した。去年はつまびらかでないが、今谷明は43歳と推定している。また、友道と合わせて、岩成方の軍勢340名が戦死した。三好町一は、行方不明となり、三好周囲はすでに死去していた。結果、 三好三人衆は完全に崩壊した。慶応三年、落合義幾によって描かれた太平記英雄伝という書物に岩成智道が描かれている。この作品は戦国時代に活躍した武将たちを題材にした作品である。将軍、義輝を三好正康や松永久秀と共に殺害し、信長に降伏した後、再度放棄し、 細川藤高に撃たれたなどのことが、紹介文として浮世絵に添付されているが、巨像が清流事情になっていたり、打ち取った武者が津川県平という名前になっていたりと語尾が多い。また、名前も岩成茶道と表記されている。しかしながら、三好三人衆を題材とした絵画は非常に貴重である。この浮世絵における友道は荒々しい髭を蓄え、 敵を組み伏せている武者として描かれており、これは作者のイメージに過ぎないものの、江戸時代末期における岩成智道に対する世間のイメージが反映されていると評されている。ルイス・フロイスの日本史において、智道は三好長官最周囲と共に神の起手の敵と呼ばれている。教会の友人とフロイスから呼ばれ、キリスト教に対して理解を示した三好長一と異なり、 友道はあまり、キリスト教に寛容ではなかった。ありがとうございます。